羽田事件。羽田事件とは、1967年、昭和42年10月8日と11月12日に、日本東京都大田区で、佐藤栄作内閣総理大臣、当時の外国訪問阻止を図った、審査翼と東京国際空港、以下、羽田空港を防衛する、機動隊が衝突した事件である。審査翼側はこの事件を、羽田闘争と呼び、 特に10月8日の第一次羽田闘争を10.8、10パッチと称して特別視している。この事件で確立したヘルメット、ゲバヘルに、角材、ゲバルト帽という武装闘争の予想や闘派ごとに、運動に参加するという行動様式は、1970年代前半にかけての審査翼闘派による実力闘争、道に引き継がれていく。佐藤内閣は、 米軍による日本国内にある軍事基地や野戦病院などの使用を黙認することで、ベトナム戦争でのアメリカの軍事行動を間接的に広報支援していた。一方、北爆による民間人被害の拡大やアメリカ国内での反戦運動の高まりを受け、1965年4月にベヘーレムが発足するなど、戦争協力に対する批判は、急進的な学生だけでなく、 姿勢にも広まりを見せてた。そのような最中、佐藤首相による第二次東南アジア訪問が決まった。訪問先には、ベトナム戦争の当事国である、ベトナム共和国、南ベトナムも含まれていたことから、学生を中心とする震災を区画派は日本による、ベトナム戦争への支援及び過端の阻止を明文に、佐藤首相ベトナム訪問阻止闘争のキャンペーンを展開した。 佐藤首相の外遊初日は1967年10月8日を予定しており、震災翌各派、約2300人は前日からそれぞれの拠点に泊まり込み、核材やヘルメットで武装して、翌日の行動に備えていた。このうち中核派が結集していた法政大学に対しては、麹町警察署長が注意を促し、学生部長から前処する胸の返答があったが、 大学側の対処としては、校内での乱闘をしないことを確認したのみで、武装解除等の成果はなかった。翌8日、各派は拠点を羽田空港に向けて出発し、そのうちの一部が鈴ヶ森出入り口から首都高速羽田線に乱入した。集団は、投石や拡材により、警察部隊を攻撃しつつ、羽田空港を目指し、殴り倒した機動隊員を、 高架から投げ落とそうとするなど、決起盛んであったが、誤って空港と逆方向に進んだ。空港にたどり着かないことから通りがかった観光バスを止めて乗っていたバスガイド道を確認してようやく誤りに気づいたが、増援の機動隊に追いつかれて高速道路を降りて再度空港へ向かった。一方、残りの勢力は一般道路から空港を目指したが、 空港の入り口となるエビトリ川に架か,かる三つの橋、穴森橋、稲荷橋、弁天橋に車両や有志鉄線によるバリケードを築いて封鎖していた警視庁の機体と行き当たった。審査翼各派はこの阻止線の強行突破を試み、付近の歩道の敷石を剥がして、これを砕いて投石を行うとともに、梱包や角材を用いて機動隊を襲撃した。 現在に比べて装備が貧弱であった。軌道隊は激しい投石を受けて橋の上に並べて配置していた車両、阻止車両を縦に交代を余儀なくされた。軌道隊は警備車両からの放水による防戦を継続したが殺到する集団を防ぎきれず、学生らは阻止車両に取り付いた。はしごで阻止車両に登った者や橋のたもとにいる者からの投石を一方的に浴び、 交代した、機動隊はさらに多くの負傷者を出すこととなった。橋から転落する者も出る激しい攻防が行われていた最中に、弁天橋で中核派の京都大学学生である山崎弘明が死亡した。死者が出る事態を受け一時休戦となり、しばらく海老鳥川を挟んで、双方退治したが、午後1時20分に、機動隊がガス銃、警察交渉では、 ガス島発射機を発射して沈静化した。日本の警察が催涙ガスを使ったのは、地の命令事件60年安保闘争に次いで3回目であった。機動隊は、羽田空港の防衛自体には成功し、佐藤首相は予定通り午前10時半頃に外遊に向けて特別機で羽田空港を飛び立った。なお、その時間帯に最も激しい攻防が行われていた。 一方で警察側の損害は人大であり、スチューデントパワーが示されたことで、各地の震災欲等派の指揮を高めることとなった。この事件で、学生多数を含む58人が、公務執行妨害罪、狂気準備集合罪等の容疑で、現行犯逮捕され、最終的に、全学連の秋山勝幸委員長など75人が、検挙された。学生17人。 警察官840人、一般人5人が重軽傷を負った。また、ガソリンスタンドから強奪したガソリンによる放火等により、警察車両7台が使用不能となり、3台余りが大破した、損害額はおよそ50円。一般民家26世帯も被害を被った。被害に遭った住民らからは、佐藤さんはなぜ外遊に行ったんだ、そのためにこうなったのだ。 ヘリコプターで行ったらいいじゃないか。それより以上に、なぜデモを許したのだ。デモを許すからこうなったんだ。二度と再びこんなことを、繰り返してくれるな、とうと、悲痛な叫びを上げたという。これらの被害について、はじめ東京都に賠償請求が行われたが、民事上の責任はないとして却下された。一方、日本国政府からは警備上裁類団などによって、迷惑をかけたとして、 未満金が支払わた。同年11月12日に佐藤首相がアメリカを訪問することとなり、審査翼各派は再び首相法米阻止を掲げて行動を起こした。同日、3派全学連の約2300人が東京大学教養部から角丸派の400人が早稲田大学からそれぞれ全会同様に角材やヘルメットで武装して出立し、 午前10時40分頃に、京浜急行電鉄の電車に無乗車して、羽田に向かった。震災を区画派は、京急本線の京浜蒲田駅、現京急蒲田駅に集合し、徒歩で道路いっぱいに広がりながら、シュプレヒコールを上げて羽田空港に向けて出発したが、産業道路に阻止線を張っていた、機動隊と大鳥駅付近で接触した。 新左翼は阻止線を突破するために丸太を抱えて、機動隊に突入したほか、京急穴森線のバラスト軌道で集めた採石や、牛乳屋から持ちした牛乳瓶を投げつけた。付近は大混乱に陥ったが、今回も機動隊は、催涙ガスを用いて、これを鎮圧した。公務執行妨害罪及び狂気準備集合罪で、前回を上回る347人が検挙された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。